第七章おやぶん、総十郎長の松五郎を知ったててきましたよ。まさか縄を打ったわけじゃやるねえな。八五郎の声の物々しさに平次は驚いて縁側に顔を出しました。ちょいと腰へ手がかりをつけてきましたがね。あやろう、腰縄も縄のうちだ。解いて追っ払ってやれ。大丈夫ですかずいぶん嫌な野郎ですよ。 江戸にもあんな虫が住んでいるかと思うと、あそやもどっか知らねえ国へ飛んでしまいたくなりましたよ。嫌な野郎が人を殺すと決まるもんか。それに、松五郎にとっちゃ、お染めは上婦でもあり、金鶴でもある。え、薄化粧でもしていようという、ひょろひょろの色男が、七八間の石薄を振り回して、人一人殺せるもんか。へへ、いけませんかね。それじゃあ逃がしてやりやすよ。欲を言いや、 二族叩きのめしてからにしてんだが大丈夫そんなことはしませんよ伊之助親分の古文集に預けてやりますからすぐ縄を解いてやりますよちょっと待っつくろ一つだけ聞きておきてえことがある平次はもう一度地震盤へ引っ返しましたがそこにはお白いやけでもしたような青っ白い三重男が伊之助の古文に見守られてしょんぼり立っているのでしたなでたの 赤島双子青い襟が細い首筋からのぞいて薄い眉も悪く高い鼻もなるほど頼もしげな人相ではありません「松五郎」とか言ったね「へえおめえは雲んべよもやの蔵の陰でお染と相引きしたはずだねえへえ,へえどっちだいわしが言った時は もうお染様死んでおりました後のたたりが恐ろしくなって驚いて逃げ切って今朝まで小さくなっておりましたあいすみません謝れなくったっていい時刻は四つ過ぎだったと思います約束より少し遅れて人の女房と相引きなんかして悪いとは思わねえのかあいすみませんこの男はくさびもたがも抜けた予防で手のつけようがありませんもういいケーレえっ しょんぼりと帰ってゆく松五郎の後ろ姿を見て八五郎は大きな原稿を振り回しております。やーな野郎でしょあの顔を見ると腐った下水に首を押し込んで薄化粧を洗ってやりたくなりますがいけませんか親分バカだな。平次は深々と考えながらもう一度よむやの方へ引っ返してゆくのです親分下水にはまだわかりませんかわからねえよ。 もう一度土蔵の外とあののを見よう土蔵の外、母屋との間の路地をもう一度調べなぼすと石臼の片っぽへそのある方は窓の下の石の砕石の中に混じっており死骸のそばにあったのは中に穴の開いた上の方の目臼で点々と血がついているのも不気味です。平時は、 土蔵の王道を開けて二階へ登って行きました中はガラクタと雑穀を入れた俵やかますで何の変哲もありません二階へ行ってお屋の方に面した扉を開くと三尺の路地が目の下に見え窓の真下には石が積んであり死骸のあったのは上から見ると窓から少し左へ寄ったところで川いた血が

二三尺の朝縄を探してくたぶんへっついか風呂場の滝口か縁の下だろうと思うが待ってくださいすぐめっけできますから八五郎はすっ飛んでいきましたがやがてそれと行き違いにそっと土蔵のはしごを踏んで平次の背後に近づいたものがあります親分さんお嫁さんじゃねえか振り返ってみるとあの貧度いい下女の青い顔が疎い光線の中に 劇場にこわばっているのです私を縛ってください親分何を言うんだご心臓を殺したのは私でございますこの私を縛って若旦那の名を解いてあげてくださいつい命が惜しくなって申し上げかねておりましたがよしよしおめえがそう言うなら随分縛ってもやろうところで念のために聞いておくがどうして殺したんだその手立てを話してくれ 平は静かに反問するのですその窓から石臼を落としました窓の下にはいつものようにご心臓が松五郎の来るのを待っておりました大層無造作に言うが石臼は七八貫目もあるぜどうして二階へ持ってきたんだ一生懸命になれば持ってこられないこともありませんよしよし一つやってみるとしようちょうど八五郎が来たようだおい 八おめえ気の毒だがその石臼を2階持ってきてくれえこれですかはどろやしたね八五郎は文句を言いながらも聖徳のクソ力を出して血のついたメウスの方を2階の窓際まで運んできましたねえお嫁さんおめえは手ごろに言うけれど これを窓から落としたぐらいじゃ窓の下のずっと左寄りに立っているおめの頭は砕けねえぜ八どうだおめにできるか薄を持って窓から乗り出し加減に左の方へ俺はできねえこともありませんね七八巻の薄を持って窓から乗り出せるかなやってみろ平次は窓際から身を引くとかわって八五郎は薄を抱え上げたまま 窓から顔を出しましたなるほどこいつは難しそうだまっすぐに転がして落とすならわけもねえがそう言いながら八五郎は石臼を放るように窓の左寄りに落としてやったのですと臼はおもやのはめ板に当たって土蔵に跳ね返り恐ろしい音を立てて下へ落ちましたがはめと土蔵の壁に大きな跡を残して死骸のあった場所から遠く離れた大地に 大きな穴を開けてししままいました。お米さんよーく見るがいい真っ暗な中であの臼を人間の頭の上へ落とせるわけがあるものか余計なことは言わねえ方がいいぜところで八、頼んだものは見つかったがあれはしたよ最っとも風呂場の鉄砲の中に縄のようなものが灰になって残っているだけですがそんなこったろうねえお米さん風呂を焚いたのはいつだいおとついでした今朝は 大旦那様があの騒ぎの中で靴を燃やしていらっしゃいましたが。第8章それから間もなく平治は家中のものを土蔵のそばの路地に集めました。地震盤に預けられている若旦那の徳太郎もそれを縛った三十軒彫りの猪之助も一同の人数に加わったことは言うまでもありません。さて、みんな集まったことだろうな。平治は 一を見回しててから改めて頼むぜ八土蔵の二階へ声をかけると前からそこにいた八五郎は二階の窓の重い漆喰の戸をギリッと開けました母屋との間がたった三尺開けたところで土蔵へはろくな光線も入りませんが火事に備えるために漆喰扉の厚さは十分で扉の中ほどには 鉄でこしらえた引き手の大きい缶がついておりますさあ掘りやんせよその缶にくぐらせた丈夫な浅縄が平治の手元へ繰り下ろされますよし来た平治の手で浅縄の一端にお染めを殺した血染めの石薄が縛られましたそして他の一端を引くと石薄は案外無造作にスルスルと宙に上がって 二階の扉の頑丈な缶のところに達します次に平次は手元の一端を少し遠くにあるもう一つの石臼に縛り付けさあ危ねえそこをどいた窓の下の人々を追いのけ二階の八五郎に合図を送りましたやりますよそれ火の火のミッド八五郎は かってから持ち出した包丁で扉の缶のところで浅縄をふっと切りましたは<っ>上から恐ろしい勢いで落ちてきた石臼はちょうどおめの死骸の代わりに置いた手頃な箱を一つめちゃめちゃに潰してしまったのです「下手人の知恵は大したもんだ男と合いびきする気でこの下に立っているおめはひとたまりもなくやられた路地は狭いし」 材木や石は置いてあるしこの窓の下から少ししだるよりのわずかの空いたところでカンプカンプは相引きするくせだった踏みつけられた土の様子でもその場所はよくわかっているあまりのことに口を聞くものもなく平時の言葉は静かですが地獄の判官の宣告のようによく通ります下手人は石臼を落とした後浅縄は元の二階に返して窓を閉め 石臼を縛った方の浅縄の端二三尺のところは血がついているからあとでそっと始末をした死骸を路地の出口へ移し血のついた石臼も窓の下にあっちゃその手段を悟られるからこれも少し敷きずっていった下手人は随分よく気をつけたつもりだが一つ二つ小さい手落ちはあった浅縄の端を風呂場で焼いたり 朝縄の結び目が手慣れた男結びになっていたり、お染が殺された頃自分の部屋にいなかったり。そりゃ誰だ下手人は誰だ三十軒堀の伊之助は薬器となりました。俺は知らねえよ。だが若旦那の徳太郎でねえことだけは確かだ。縄を解いてやっつくれ。それじゃと八五郎。ああ、いい。あとは三十軒堀の親分の手柄にしてくれ。さあ八、蹴ろうぜ、明るいうちに。 平は八五郎を小手招くと夕暮れの町を心静かに明人下の家へ帰るのでしたそれを見ると裏口から回って往来までついてきたのは下女のお米振り返ると夕日に背いてそっと片手拝みに平次の方を拝んでいるのです間もなく三十軒堀の伊之助に縛られる前に よもやの老主人徳江門は行方不明になりました。大川へ飛び込んだか、西国巡礼に出たか、老妻のおげんだけは知っているでしょう。双葉や安兵は、カンカンに腹を立てましたが、すべて娘・おめの不業石から起こったことで、世間の不評判を恐れたか、それっきり泣き寝入りしてしまった様子です。それから一年ほど経って、 よもやの若主人徳太郎は二度目の嫁をもらいましたそれはなんと徳太郎よりは十一も年上の四つの時から徳太郎を抱いて育てたあの忠実な下女のお嫁だったのですそれでいいんだよお嫁は忠義者だが腹の中じゃ若旦那の徳太郎に死ぬほど焦がれていたんだよへえそんなもんすかね八五郎には その機微がわかりそうもありません。野村古道作ゼニガタヘイジ鳥物控えよりメウス書出オール読み物昭和26年1951年12月号より読み切り